れ様です。お疲れ様です。あのね、ちょっといかがわしいところに来ちゃいましたね。そうですね、だいぶいかがわしいですね。いかがわしいですね。サムネにもあるんですけど、ちなみにあの今日はね、美人女社員リリーちゃんに暴露。え、何を暴露させられるんですか。いや、もうそれね、掘り葉掘りね、ちょっと暴露しよう。怖いな、こんな場所で。はい、もういかがわしいですから、僕は。そんないかがわしい。言い過ぎ、言い過ぎ。まあ、カラオケなんですけどね。リリーちゃん、ちなみに今彼氏募集中なんですか。別にいないですけど、募集はしてないですね、正直。あ、そうなんですか。はい、じゃあ女の子のね、特有のことちょっといろいろね。やだー、マジか。やらしい男ですわ。わ初めて付き合った年はいくつの時ですか。初めて付き合った年は何歳だ、ガチで。え、でも ガチでちゃんとは21じゃないですかね。21、はい。結構最近だね。じゃあ結構最近ですね。これがなんか自分のこと好きっていうアピールだよみたいな。いや、まあそれが分かれば多分私こんなに苦労してなかったですね。いやいやいや、普通の男と接する態度は変えていくの。好きな人と普通の人には態度を私多分意識的に変えないようにしてる気がします、うん、あ、そうなの。嫌いなやつには正直、うん、あからさまになんか嫌な態度を取ると思うんですけど。もう怖いね、リコ。でも多分好きな人と暴露ってきたよ、この人。そうじゃない人には多分差をつけないように多分意識的にし出ると思います。あ、そうなんだ。はい、あんまデレデレしないんだ。あ、しないですね。その、うん、付き合ってもないのにってことですよね。そうそうそう、そうしないと思います。多分だから今の言い方を何言い換えると、はい、付き合ったら結構デレデレですよね。いや、付き合って もそんなしないと思いますよ、本当に。わかんないね。え、しないですよ、多分本当に。嘘。はい。何、じゃ彼氏に甘えたりもしんの。甘えたりもわかんないです。わかんないって言って、わかんないはダメだよね。わかんないはダメだよね。え、どういうのが甘えるですか。くっついてったりとか、みたいな。俺恥ずかしいわ。いや、普通に付き合ってて離れるって意味わからなくないですか。あー、じゃあくっつくんだ。まあ、まあそういうことになりますね。じゃあ自分からくっついていくんだ。まあ自分からくっついていく、まあわざわざ離れないですよね。なるほどね。はい。いい仕事しようやろ。いや、でもこっからやから、こっからやから、そういうことじゃないですか。いつからそういうの興味持てた。え、いつからって、いつからってどういうことですか。見ない。見ないですよ。見ないです。見たことある。あ、でもなんかあるな。これ言ったらちょっとピーかもしれないですけど、はいはいはい、小5ぐらいの時に友達のおばあちゃん家によく遊びに行ってたんですよ、うん、そこで、うん、なんかおにゃんこクラブって書いてるビデオがあったんですよ。おにゃんこクラブってアイドルだったじゃないですか、うん、あ、多分それですね、うん、多分私生まれる前のアイドルだと思うんですけど、うん、なんかそれ、うん、おにゃんこクラブってあるやんみたいなって、うん、言えたら、AV でした。それさ、それさ、僕もうそれ、おにゃんこって書いてないんじゃない。それ読み間違えたわけ。どうなんですかね。それ、おにゃんこって書いてあった。それ、当て字じゃなかった。え、じゃなかったと思う。てか手書きで、なんか録画みたいな感じで手書きでおにゃんこクラブって書いてたんですよ。にゃ、にゃやった。にゃでしょ、にゃでしょ。本当ですよ、もうやばいでしょ、これ。俺、そうやな、俺。やばいですよ、これ。いつぐらいに芽生えるね、こうなのか。ちなみにその初ちょっと、ね、動画だからね。その何、はい、初体験的なものはさ、大体どれぐらいだったんでしょう。うん、そうですね、私はそういうことを経験してないですね。おー、嘘ばっかりな、おい。嘘ばっかりな。嘘ですよ、嘘ですよ。はい、らしいですよ。そういうのちょっとしない、しないんで。嘘、はい、さっき言っとったじゃん、この二人、あの中学生のやつで。え、何の話ですか。いや、そんなん言ってないでしょ、そんなん言って言っとった、言っとった言ってないですよ、ほんとほんとない。まあ、多分違う人と話してた内容ですよ、多分それ、はい、くそー。まあ、僕はしてんね。どういう人がそういう条件に当てはまる、はい、まあ、付き合う、付き合わんも大事ですけど、はい、付き合わずにそういう行為になるとしたらってことなるとしたら、いや、見た目は大事だと思います。見た目は大事、本当に。あ、それ彼氏やったら何、見た目は別に悪くてもいいの。彼氏だったら、でも彼氏も結局そういうことになるから。第一印象から人入るじゃないですか、はい。まあ、第一印象は正直言いに越したことはないんで。まあそうだよ、ね。まあ、見た目は言いに越したこと正直ないですけど、でもだからって、まあちょっとその見た目があんまりの人でも、うん、その後の努力次第だとは思いますよ。あ、そうなんだ。はい、それは彼氏の手でしょ。はい、そうですね。でもそのワンナイトじゃないけど、はい、あそのさ、それだったらもう見た目だから見た目だけ。逆に言ったら何、みんな見た目が良かったらいけると思う。男はそう、女の子は大体そう。見た目もそうですし、誘い方によるんじゃないですか。はいはい、先生、はい、どんな感じなんですか。理想の誘い方。じゃあこれ勉強だよね、勉強。私のレイちゃんの実体験でいかないし。実体験でそんな私うまい誘い方は別にされたことないし、乗ったことも本当にないんですけど。じゃあ何、ストレートに言われたの、超ホテル行こうみたいな。
ノートに顔なんかむっちゃ眉間に違えちゃった。怖かった今俺間違えたかなと思って。ストレート兄ちゃん今まで誘われてきてズバズバ来とった。いやもうストレートはまあ逆にいいと思いますよ。わかりやすくて。じゃあストレートっていうのは、はい、簡単に言ったらねえしようっていう。いやよくじゃじゃなくてそういうのしませんかって言われたもんね。それはそれストレートすぎけど、そうなんかもう難しい女はストレートすぎると思いますよ。普通になるよ。あーじゃんはい、飲んでさ、ちょっと休憩しようみたいな。それはね、周りくどい。あ、それはナチュラルだと思いますよ。その周辺にいて、はい、周辺にいて、その建物が出てきて、あ、はいはい、ちょっと寄ってくみたいな感じのが一番理想。それはナチュラルだと思いますよ。あ、そうなの。それより確率的には結構高いよ。でもそれは人によると思いますよ。その女の子がそういうのに興味あるかないかによると思いますけ ど、 で、まあその男の人の見た目によると思います。もう見た目が重視。いや見た目結構重視じゃないんですかね。その時ちなみにじゃあ遊びだったら、じゃあ遊びだったら、はい、見た目がどんな人だったらいいの。太ってない人ですね。めっちゃ簡単やそれ。太ってない人はじゃあリリちゃんとそういうことがある可能性があるってこと。まあもともと太ってたらまあないかなって感じですね。あの小林さんみたいなことつるんでの人社長みたいにさ、まあね、私には年齢もあるんで、うん、ああ年齢は何。年齢は私は10個上までですね。10個上下はまあ学生じゃなければみたいな。あ、だったら全然いいんだ。まあ許容範囲で取ってなくて、めっちゃ審査緩くない？取ってない。あの10個上以内で学生じゃない。3つで当たったの。まあいやでもそれだけじゃないですけど。太ってなくてなんかオタクみたいなつもりだ。これなんかリュックしょってさ。ああ。ギザカワユスみたいな。別に陰キャとかもしれない。陰キャはいいんですけど、そのもじもじしてる人がちょっとあんまりいいかもしれないですね。別に陰キャラは別にいいと。うん、別に悪いとは思わないです、陰キャラは。でもじもじしとる人はもじもじしてなんか何が言いたいのみたいな感じの人。あ、じゃあ回りくどい感じってのはそういうところに繋がってくるんだ。そうですね、それはちょっとなんか。ちなみに回りくどい人おったの今まで。回りくどい人ですか、うん、いやーってかそういうなんか正直その陰な方ってあんまりそういう遊びしなくないですか、うん、あ、そっかそっか。でもなリリーちゃんにじゃあ寄ってきた人は何、回りくどくなくストレートで来て。ストレートなんですかね、わかんないですけど、うん、でもそんなマジでそんな刺されたことないですよ、マジで本当に本当にマジで、はい。あ、ありました。はい、これにしましょうか。そうですね、で面白いですかこれ。どこに私のこれ需要があるのかわかんないですけど。なんであるじゃん、全然。そうですか、うん、うん、あの男のね、まあ、最後にじゃあ最後にね、勝負したりとかってあるんですか。え、でも私これないですよ。ない、本当にないですね。あー、だから勝負したり、うん、ないですよ。まあ、常に勝負なんで。あっそういうことですよ、常に勝負なんで。リリーちゃんは常に勝負ね。そうなんですよ、だから別にこれ勝負した家みたいなのは用意してないです。あ、なるほどね。はい、はい、ではチャンネル登録といいねお願いします。いいね、あ、もうちょっとね、僕もね、あのえぐいこと聞けるようにねしておきますので。もう勝てんだわ、この人。えぐいことないんで。勝てんだわ、口が。えぐいことはないですよ。はい、じゃあ、また見てね。